特徴ある商品サービスを紹介するビジネスのヒゲ。今回は発売以来600万ライセンスを販売するセキュリティソフトを紹介します。座間市に本社を構えるサイエンスパーク株式会社、デバイスドライバーの受託開発を事業としています。デバイスドライバーとは何か、庄司浩一郎社長に伺います。デバイスドライバーっていうのはハードウェアをコントロールするソフトウェアなので、例えばディスプレイ、ハードディスク、マウス、キーボード、ネットワークのボードもそうなんですけど、そいつをコントロールするためのソフトウェアをデバイスドライバーと言います。専業でデバイスドライバーを開発する会社は我々が唯一になっています。中でも注目の製品は、ソフトの導入だけで簡単にコピーを制限できるノンコピー2。誕生のきっかけを聞きました。デバイスドライバーできるんだったらセキュリティに行けと、そういう指針をいただいて、素直にやった。もう本当に大きな人との出会いのチャンスがあったって。慶応技術大学の湘南藤沢キャンパスの竹藤義康教授で、その方との出会いが大きいですね。転機となったアドバイス、その背景とは。デバイスドライバー、つまり OS の下でハードウェアを制御したりコントロールする、そういったもう難しい技術を扱ってるんで、特にセキュリティには非常に有効なんですね。 OS をもコントロールするっていう、でそういった会社っていうのはなかなか日本、世界でもなかなかなくて、日本でいうとナンバーワンの会社だと思います。ノンコピー2の開発を支えた企業の強みとは。国内外に特許を51件持ってます。これは国が与えてくれる唯一の独占権、20年なんですけど、こういう特許を取ってるってこと自体は国家が、認めてるって、こういう具体的な第三者がオーソライズしてくれたものがありますんで、これが強みかなっていうふうに思っております。日本のみならず、マイクロソフトやアメリカ空軍からも表彰されるなど、世界に通用する企業へと躍進するサイエンスパーク。今後の目標とは。日本の総労働人口からすると約 10% ぐらいの人が我々の製品をお使いいただいているっていう状況になります。今 10% って言ったんですけど、我々の製品が全てのユーザーのパソコンに入っていくって、これを目指していきたいっていうふうに考えています。